蛮神リヴァイアさんの討伐ご苦労だった。貴公のおかげで大海嘯を未然に防ぐことができたぞ。蛮神タイタンに引き続きまたも助けられたな。まったく大したものだよ。冒険者にしておくのは惜しいくらいだ。リムサロミンサの代表として礼を言う。感謝するぞ。しかしあのような戦術があったとはな。国家艦隊の編成を今一度見直すべきかもしれん。どこかの霧ひげに妙に詳しい男のおかげだな。蛮神と言ったか。エオルゼアの民がまさかあのように強大な魔物と戦っているとは思いもよらなかった。そしてそれを討伐せし冒険者の力、実に見事だった。ドマの難民である自分に協力できることは少ないが、この地に我らの戦闘術を伝授したいと思う。少しばかり癖のある戦い方だが、エオルゼアに生きる冒険者にならきっと使いこなせるだろう。それはありがたい申し出だ。この先の戦いできっと役に立つだろう。それに癖のある戦い方と言ったが、あれに近い戦闘術を持つ者たちを知っている。そうであろう、サンクレット殿。やれやれ、提督殿は何でもお見通しのようだ。このリムサロミンサにはこれまで表に出てはいない地下組織がある。カイトの暗部で活躍している組織でね。そこに伝わる戦い方に君の技は似ているのさ。うまく融合できれば新しい戦闘術になるかもしれない。貴殿の戦いぶり、私も共通点を感じていたのだ。なるほど、面白い戦闘術になるかもしれないな。しかし直前まで見せていた技とは違うようだが。それはだな、いろいろと理由があるんだよ。実はね、サンクレットは昔この町でコソ泥をやっていたのよ。その時のつながりでここの地下組織とも縁があるってわけ。待て、ヤジトラ。その後死であるルイゾワ様に拾われて無事に更生。コソ泥から足を洗ってウルダハで剣術を身につけたのよね。ああ、ミンフィリアまで。本性を隠していたってわけか。面白い男だな、サンクレット殿は。聞けば貴公は東方からエオルゼアに逃れてきたらしいな。今はレブナンツトールの開拓団に加わっているとか。リムサ・ロミンサはさまざまな問題を抱え、貴公らを受け入れることはできない状態だ。しかし物資を送ることはできる。今回の礼も兼ねてレブナンツトールに支援させていただこう。ありがとうございます、メルビブ提督。準備に時間がかかるやもしれませんが、きっと我々の戦闘術を根付かせてみせましょう。話とは何だ。
今回の件、またあの時と同じね。コボルト族もサハギン族も蛮神を召喚したのはバイル・ブランド島をめぐり人と争うからよ。自分たちの居場所を得るために。今回はサハギン族がリムサ・ロミンサの民から領土を奪おうとした。だけど問題の本質はどちらも同じだわ。ああ、分かっていると思う。蛮神問題は人が引き起こしている問題でもあろう。お前の言う通り、奴らは産卵地を得るという目的のため、まさに生きるために戦い、土地を得ようとしている。しかし人もまた生き残るために精一杯なのだ。コボルド族とサハギン族のどちらに負けるわけにもいかん。生き残るために殺し合う。生きることが正義というなら、全ての民に正義はある。ならば一体誰が悪だというのかしらね。これを主がと言われればそれまでかもしれん。だが今はそれが正義と信じるしかない。何が正しいのかわからないのなら、自分たちの正義を信じればいい。いえ、信じるしかないのね。自分たちの行いこそが正義と信じる。人は世界中どこでも同じなのだな。人は自分の行いに意味を持たねば生きていくことはできない。そういう観点では帝国もドマも同じかもしれないな。今やエオルゼアは混沌の稼働、その中心だ。だからこそ人は荒れ狂う波間の中で航路を開くために争う。たとえその行いが他者の正義とぶつかったとしてもな。自分が生きていくための行い、自分の居場所を見つけるための争い、自分を存在させるための正義。
少しいいかしら。あなたに聞いておいてほしいことがあるの。リムサロミサに行ってからずっと考えていたことがあるわ。万神リヴァイアさんが召喚される際、あの長老と思われるサハギン族は超える力を行使した。そして超える力を受け入れたことで、一時的にとはいえ確かに不死となった。古い伝承には、霊災の度に転生して生まれ変わり、困難に立ち向かう魂があるというわ。私は、この伝承にある転生する魂こそが、超える力の正体なんじゃないか。そんな風に考えています。今回の一件で、ますますその思いは強くなったわ。次々と肉体を入れ替える魂だけの存在、まるで任意に転生を繰り返しているようなものだもの。この伝承が真実とするならば、超える力の真実にもたどり着けるかもしれない。超える力の能力は、言葉、心、時間などの壁を越え、相手を見ることができるというもの。これまであなたが体験したように、立ちふさがる精神の壁を越えることができる能力で、では
伝承による転生とは何なのかしら。例えばそれが今回サハギン族が見せたような肉体への転移を指していたとしたら、つまり超える力の最大の能力が肉体の壁を超え魂だけの存在になることなのだとしたら、アシエン・エリディブスが言っていた通り不死の存在となるかもしれない。でもアシエンと同じ不滅なるものとなったはずのサハギン族は、万神リヴァイアさんが権限する際のエーテル称号によって万神に吸収されてしまった。そう、不滅なるものは決して不死ではない。ここにアシエン消滅の手がかりがあるはずよ。超える力の能力とアシエン消滅の方法、私は引き続きウリエンジェさんとこの件を追ってみます。あら、ウリエンジェさん、ちょうどいいところに。どうかしたの？大変です、ミンフィリア。連絡が途絶えたバルデシオン委員会をシャーレアン本国を経由して調査していたのですが。何があったの？委員会の本部があるバル島が海洋から完全に消滅しているとの報告がありました。そんな、消滅ですって？シャーレアン本国の記録によると大規模な魔法波が観測されたようです。おそらく古代魔法アルテマ級の魔法攻撃を受け瞬時に消滅したのではないかと。一体何が起きたというの？では本日の定例会合は終わるとしよう。みなご苦労だった。旦那様に指示された準備は整いました。しかしこのようなこと、一体何をするおつもりなのです？戦争だよ。Thank you.